中国上海で11月18日から2025年1月20日までの間開催されている上海国際コメディフェスティバルの記念すべき10回目となる今年も吉本新喜劇&人気芸人が参加。21日から吉本コメディスペシャルと題してネタと新喜劇を披露してきたが、最終日となる24日には相田寛平 GM も登壇を果たした。寛平 GM は昨年に続き演芸大世界第10回上海国際コメディフェスティバル芸術委員会メンバーにも就任し、受賞プレゼンターを務めたほか挨拶も行った。今回の吉本コメディスペシャルには上海国際コメディフェスティバルの開幕公演に出演していた明菜、山名文和、秋山健太、しずる、カズマ、村上純の2組の他にも藤崎マーケット、トキ、田崎雄一、森安バンバンビガロ、ケンダラー、白川悟美、浜本博明、ネルソンズ、和田まんじゅう、青山ホール勝ち、岸健之介、コ・ギャップ、久保健、とも、パンクブーブー、佐藤哲夫、黒瀬淳といったメンバーが参加。コントや漫才、諸芸で会場を沸かせた。エンディングでは、出演者と共に、寛平 GM がステージへ、どうも、ありがとうございます。と挨拶すると大歓声が上がった。温かいお客さんやな、面白ないのに笑うてくれて、と人ぼけして会場を盛り上げると、改めて、すごいな、みんな面白かったと出演者たちを称賛。そして自身の言葉が通訳されることに気がつき、アヘアヘウヒハを訳してとお願いして笑わせた。藤崎マーケットは、大好きなモノマネが伝わってよかったと話すと、一つだけと、さらにモノマネを披露。ネルソンズは和田が猛勉強して中国語のセリフを覚えたことを明かし、改めて拍手を浴びると、負けじと、寛平も一つだけ覚えたと、会員を中国語で披露。ラストは寛平がたくさん入っていただいて、盛り上げていただきまして、本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。と期待を込めた。公演後には、寛平 GM、パンクブーブー、ゴギャップ、酒井愛が囲み取材に参加。寛平は、メンバーを見ながら、ほんまにすごいな、よう受けてたから、びっくりしましたと話すと、びっくりしないでください、と、ツッコミが。しかし、普通の笑いかと思ったらドカンと来るから、ほんまにすごいなと思った。新喜劇もあんなにウケるかっていうくらいと驚きの表情です。そしてありがたいね、これからは中国やなと話すと、全員が口々にみんなで住みましょうと言いつつ、それくらいの気持ちでと笑わせた。パンクブーブーは黒瀬がお客さんのノリが日本とは違う、みんなと一緒に楽しむのが温かいと思った、最高でしたと振り返ると、佐藤も僕らのことを知ってくれているお客さんが結構いたのが嬉しかったと笑顔。2年連続参加のゴギャップは昨年もすごかったけど、今年はまた全然違う盛り上がりとともに、そして25周年ということで、上海のファンが作ってくれたオリジナルグッズをもらったことを明かす。久保健も待ってましたみたいな反応があったので、徐々に階段上がってるかなと思いますと話すと、ベルをチーン。すかさずその音に反応して拝み始めた寛平は後、ギャップのステージについて、見てて一緒にやらせてほしいと思ったと絶賛。ゴギャップの二人が来年一緒にとオファーするシーンもあった。酒井は期間中に上海国慶劇団という現地の劇団と座談会を行ったそうで、そこで清水啓司が気に入られて上海に残ってくれと言われたというまさかのオファーを告白。もしかして引き抜かれる可能性もと話すと、寛平も行ってもらおうと
ポノリノリで応じた。かんぴょうは中国の人が喜ぶネタできたいよなと話すと、全部中国語でやろうと思ってると宣言するが、すぐに嘘をつきましたと頭を下げる一幕も。最後にかんぴょうは改めて上海のファンに感謝を伝えると、ちょっとずつでも知ってもらいたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします、また来年よろしくとアピールしていた。